次に高橋千鶴子君、高橋君、はい、私は日本共産党を代表して児童福祉法等改正案並びに7会派提出修正案に賛成の立場から討論を行います。日本が子どもの権利条約を批准して25年、残念ながら子どもの権利は脅かされ続けています。児童虐待の相談件数は毎年増え続け、命まで失われる最悪の事態が後を絶ちません。子どもの命を守り、最善の利益を守るため、与野党が一致して修正案がまとまったことは、不十分さはあっても意義あることと思います。法案の最大の焦点は、親権者による体罰の禁止を明文化したことです。しつけのためと称して繰り返される体罰をなくすために、法律ではっきりと禁止することは不可欠です。しつけの根拠とされた民法822条の懲戒刑については、削除も視野に入れた2年以内の検討を行うとしました。しかしながら、体罰の定義は今後ガイドラインで示すといい、その参考とする学校教育法11条は明確に正当な懲戒を認めています。これでは許される体罰の余地を残すものになってしまいます。子どもが声を上げたのに大人の判断で体罰に当たらないなどという不当な対応になってはいけません。懲戒権規定は速やかに削除し、子どもの権利条約の精神にのっとって子どもの品位を傷つけるあらゆる行為を禁止するべきです。法案は児童相談所の設置を促進し、体制強化を図るとしています。野党案は児童相談所設置基準の法定化を求めていましたが、参酌基準にとどまりました。また中核市特別区での児童相談所設置について、5年間で集中的に措置を講ずるといいますが、2016年改正では5年後にすべての中核市特別区での設置を目指していました。希望するすべての中核市特別区ということでは後退したと言わざるを得ません。また参考人の方々からは、人材確保育成など児童相談所の体制確保のためには国による思い切った財政措置が必要不可欠との意見が寄せられました。子どもの命と権利を守る最前線で働く職員が確実に育ち、現場を支えることができるように国が責任を果たすことが求められています。児童相談所の業務を第三者機関により評価し、質の向上に努めるとしたことは重要です。子どもの権利がしっかりと守られる質が全国どこでも確保されるために、まずはきちんと実態を調べ、第三者性のある機関により評価することは第一歩といえます。実効性ある体制の整備を進めていただきたいと思います。問題が深刻になる前に早い段階で保護をと参考人から提言がありました。一時保護イコール親子分離ではなく、親子関係改善のプロセスと位置づけるべきです。なおそのために、一時保護所は子どもにとって安全で安心の居場所であること、残念ながら職員による虐待や子ども間の性トラブルなどもある中、管理と支配の関係ではなく心を開ける信頼関係を築くことは一層重要です。合わせて保護者支援プログラムについて、専門家の育成や民間団体との連携含め、国の強力なイニシアチブを求めたいと思います。最後に、何が体罰に当たるのか知らなかった、自分の家が虐待家庭だとは気づかなかった、虐待されて育った子どもたちから寄せられた声です。子どもが権利について学び、嫌なことは嫌だと声を上げられること、その声を大人が正面から受け止めることが真に子どもの権利を保障することにつながるのではないでしょうか。そのような社会を目指し、国として全力で取り組むために力を尽くすことを決意し、討論といたします。以上で討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。まず後藤茂之君ほか6名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本修正案は可決されました。次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の
規律を求めます。規律総員よって本案は修正決議すべきものと決しました。この際本案に対し小泉進次郎君ほか6名から自由民主党、立憲民主党無所属フォーラム、国民民主党無所属クラブ、公明党、日本共産党、日本維新の会及び社会保障を立て直す国民会議の7派共同提案による付帯決議を付すべきとの動議が提出されております。提出さ